議員の皆さんには本会議終了後のお疲れのところでありますが、全員協議会の開催をお願いしたところ、ご出席をいただきまして厚く御礼申し上げます。本日の全員協議会ですが、令和2年度決算速報についてをはじめ3点について、まず理事者から説明を受け、その後順次質問ご意見をお受けすることといたします。それでは理事者から説明を受けます。木崎市長。本会議に引き続き全員協議会をお願いさせていただきました。お疲れのところ恐縮ですが、よろしくお願いを申し上げます。また先ほどは炭鉱議案および補正予算などすべての議案を可決議了いただき、誠にありがとうございました。本日は3点について説明報告をさせていただきます。1点目は令和2年度決算速報についてでございます。決算の規模などを中心に例年通り速報として100万円単位でご報告をさせていただきます。2点目は宮津市公共施設個別施設計画の策定についてでございます。宮津市公共施設再編方針では、人口財政規模に見合ったスリム化、施設総量の削減を進める一方で、本計画は維持する施設の長寿命化対策など施設利用者の満足度の長期安定的な維持向上に努めるもので、その内容について説明させていただきます。3点目は宮津市都市計画マスタープランの見直し中間案についてでございます。現在都市計画マスタープランの見直しを進めているところでありますが、その見直し内容に係る中間報告をさせていただくものでございます。以上3点について担当部長から説明いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。私からは以上でございます。浅野企画財政部長。私から初めの2点についてご報告させていただきます。まず令和2年度決算速報についてでございます。お手元の A4 横長1枚ものの資料をご覧ください。令和2年度決算については、現在各種財政指標等の分析中であり、今後監査委員の審査に付した後に9月定例会において詳細をご報告し、承認をお願いする予定としております。本日はこうした段階で決算規模や収支状況を中心に配布資料によりまして速報として報告するものでございます。それでは会計別に要点を絞ってご説明いたします。まずは一般会計でございます。歳入は141億4700万円、歳出は140億円であり、歳入歳出の差し引きは1億4700万円の黒字、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は1億2900万円の黒字でございます。なお前年度の実質収支は6900万円の黒字でしたので、単年度収支としましては6000万円の黒字でございます。これは財政健全化に向けた取り組みが順調に実施できていることに加え、特別交付税や京都地域連携交付金、旧未来づくり交付金でございますが、予算以上の配分を受けたこと、新型コロナの影響によりイベントの中止等に伴い不要額が多く発生したことなどが主な要因であるというふうに考えております。また今後の新型コロナ対策の財源等としまして、地方創生臨時交付金の動向が不透明の中、実質収支黒字1億2900万円のうち、3000万円を地方自治法第233条の2、ただし書きの規定により、財政調整基金へ決算剰余金積立を行う予定としており、
その結果、令和3年度への繰越金は9900万円となります。次に13の特別会計でございます。まず会計別で申し上げますと、実質収支の欄にあります通り、土地建物造成事業特別会計が赤字、その他12の会計については黒字でございます。土地建物造成事業特別会計については、つつじが丘団地の販売実績がなかったことから、前年度までの累積赤字の解消には至らず、結果1億4200万円の赤字となったもので、すでに繰上げ重要措置を行ったところでございます。その他12の特別会計につきましては、いずれも黒字が確保できたところでございます。以上により、一般会計特別会計の総合計は、歳入が197億1300万円、歳出が195億5500万円であり、歳入歳出の差し引きは1億5800万円の黒字、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は1億4000万円の黒字でございます。なお、前年度の実質収支は4600万円の黒字でしたので、単年度収支としましては9400万円の黒字でございます。次に水道事業会計でございます。経常収益が6億2000万円、経常費用が5億4900万円、差し引き経常損益は7100万円の黒字でございます。また、特別利益、特別損益はともにゼロであり、純損益も7100万円の黒字でございます。最後に、下水道事業会計でございます。公営企業会計として、初年度の決算でございます。経常収益が8億5700万円、経常費用が8億6300万円、差し引き経常損益は600万円の赤字でございます。また、特別利益が1600万円、特別損失が400万円であり、これらを反映した純損益は600万円の黒字でございます。各会計の説明は以上でございます。続きまして、一般会計における地方債と基金の状況でございます。一番右の欄をご覧ください。まず、地方債現在高ですが、173億5900万円で、前年度より3億2800万円の増となっております。次に、基金現在高ですが、4億4900万円で、前年度より1億400万円の増となっております。このうち財政調整基金は1億300万円で、前年度より3000万円の増となっております。以上、令和2年度決算速報のご報告とさせていただきます。なお、初めに申し上げましたが、現在、各種財政指標の分析中であり、その結果も合わせ、9月定例会において詳細を改めてご報告いたしますので、よろしくお願い申し上げます。続きまして、宮津市公共施設個別施設計画の策定についてでございます。要点を絞ってご説明をいたします。まず、お手元の、宮津市公共施設個別施設計画、これの2ページをご覧ください。本計画の目的でございます。本計画の目的は、宮津市公共施設再編方針において、人口・財政規模に見合ったスリム化、施設総量の削減を進める一方で、再編により生まれる将来負担の軽減効果を、これまで後回しにしてきた施設利用者の満足度の観点を踏まえ、経年劣化等による機能低下や、社会的要求、これ、省エネであったり、バリアフリーであったり、OA 化、IT 化、まあ、そういうものでございます、に応じた改修など、施設の長寿命化等に必要な投資を計画的に行うことで、施設利用者の満足度の長期安定的な維持、向上を努めることとしております。なお、長寿命化対策の実施にあたっては、本年3月に策定した第2期、
行財政運営指針に掲げる10年間の建設地方債発行の総枠キャップ55億円の中で他の投資的事業も含めた総合的な判断のもと緊急度優先度を考慮して行うこととしております。次に5ページ6ページをご覧ください。施設の保全手法は大きく分けて不具合が生じる前に対処する予防保全というのと不具合が生じた後に対処する事後保全というのがございます。予防保全の中には計画的な改修を行う時間計画保全と点検結果等に応じて早めに修繕する状態監視保全があり、さらに時間計画保全の中には建物の寿命を延ばし耐用年数を超えて約80年間使用するための長寿命化対策というのがございます。6ページには施設の更新パターンを図化したものを掲載しております。本市の従来パターンというのが事後保全的な修繕のみを行って法定耐用年数で更新するものでございます。長寿命化パターンというのが築20年ごとに 大規模中規模改修を行い約80年間で更新するものとなっております。下向きの曲線が建物の水準で改修を行わなければこう下がり続けるということになっていきます。本市従来パターンでは建物の水準が法定耐用年数前に施設全体の機能に相当な支障が発生する水準というのを下回り施設利用に支障をきたすということになるのに対しまして、長寿命化パターンでは20年ごとの改修を行い経年劣化による機能回復のみならず社会的要求水準を満たす機能向上、これも合わせて図ることといたしまして施設利用者の満足度の長期安定的な維持向上が図れるということを表しておるということでございます。次に8ページをご覧ください。維持する101施設のうち、計画的な施設を行う投資を行う施設として、長寿命化対策、33施設と、時間計画保全4施設の計37施設、現状のまま、利用する施設として、状態監視保全、13施設と事後保全51施設の計64施設に分類をしております。具体の施設につきましては9ページから14ページに記載しておりますのでまたご覧おき願います。最後に23ページ24ページをご覧ください。本計画の推進体制は23ページの図で示す通り施設所管部局間の横断的な組織である公共施設マネジメント庁内検討会議と有識者や市民等で組織する公共施設マネジメント推進会議とが連携しながら全庁的な観点や第三者の意見を踏まえながら実効性の高い意思決定を行うというふうにしてございます。また24ページの図で示す通り PDCA サイクルをしっかり回し進捗管理を行いながらフォローアップを行うとともに計画の見直しについてはおおむね5年ごとを基本としながら必要に応じて適宜行うということにしてございます。以上私からご報告とさせていただきます。森口建設部長。それでは私から3点目の宮津市都市計画マスタープランの見直し中間案についてご説明申し上げます。最初にこれまでの経過でありますが令和2年度に委員11名の構成による
宮津市都市計画マスタープラン策定委員会を設置をいたしまして、昨年は3回の委員会を開催をいたしました。議会には昨年の12月の全員協議会において中間報告としてご説明をさせていただいております。その後本年に入り2回の委員会を開催し、都合5回の委員会でのご議論を踏まえ、本日中間案として議員の皆様に改めて説明をさせていただきたいと存じます。お手元に宮津市都市計画マスタープラン中間案の本編と概要版を配布させていただいておりますけれども、本日は概要版でもって説明をさせていただきます。それでは概要版1ページをご覧いただきたいと存じます。まず都市計画マスタープランとはということで、これは市町村の都市計画に関する基本的な方針であり、本市が定める都市づくりの指針として、社会経済情勢や市民の生活様式の変化に合わせた健全で魅力ある都市の実現に向け、市民、事業者、行政が一体となって時代の新しい街づくりを推進するための土地利用、都市施設等の整備方針を定めるものであります。したがって本市が定める都市計画はこのマスタープランに即したものでなければなりません。京都府においては平成16年に宮津市と岩滝町を対象とした都市計画区域マスタープランを策定し、広域交通網の整備を生かした都市活力や豊かな地域資源を生かした個性的な都市づくりの方針を示し、これを受けまして本市においても翌平成17年に土地利用、都市施設の整備等の基本的な方針を定めた宮津市都市計画マスタープラン令和2年度までの15年計画といたしておりますが、これを策定をし、そしてこれに基づいてこれまで都市計画を進めてきたところであります。今回の見直しにあたりましては、現行のマスタープランを基本としつつ、上位計画である京都府策定の宮津市都市計画区域マスタープランの改定、そして第7次宮津市総合計画の策定を受けて、これに即するものとして宮津の将来像、共に作るみんなが活躍する豊かな町宮津の実現に向け、5つの目的と4つの役割を担う宮津市都市計画マスタープランの見直しを行っているものであります。見直し後の目標年度は、上位計画である第7次宮津総合計画の計画期間に合わせ令和12年度といたしております。次に2ページをご覧ください。都市計画マスタープランの構成についてでございます。本市のマスタープランは将来目標の設定、全体構想、ゾーン別構想の大きく3つで構成をいたしております。その3ページをご覧いただきまして、まず将来目標の設定でありますが、まちづくりの理念を共創、共に作る共創といたしまして、総合計画における宮津の将来像、共に作るみんなが活躍する豊かな町宮津を目標像に、その実現に向けて本マスタープランの基本方針を共に作る海と文化の交流空間と設定をいたしました。この基本方針は策定委員会でのご意見ご議論を踏まえ決定したものであります。この共に作る海と文化の交流空間を実現するための基本理念、方向性については、それぞれ記載のとおりでございますので、ご刻ご覧おきいただきたいと存じます。次に4ページ、全体構想であります。この全体構想では、都市構造や土地利用の方針などを掲げており、この都市構造につきましては、地域特性を踏まえた都市機能の中心的役割を果たす拠点の設定、具体には交通結節中心都市拠点から広域連携拠点、地域交流拠点、観光交流拠点という4つを設定をいたしております。この拠点を主要な道路を都市軸としてネットワークの形成を図っていくことといたしております。5ページ、6ページをご覧ください。ここでは土地利用の方針を示しております。宮津市域を近年の土地利用の状況や産業構造などの地域の実情に応じてきめ細かにゾーン分けをいたしております。具体には宮津市街地と岩滝口周辺を市街地ゾーン、文殊府中地区および宮津地区の規制市街地を観光市街地ゾーン、組んだ由良、日置、養老の
海岸沿いに形成された地区を沿岸ゾーン、そして神谷津と市北部の大半を占める緑豊かな森林山村地区を森林ゾーンと大きくは4つにゾーン分けした上で、今回新たに宮津の強みである海を生かすまちづくりを推進するために、対宮津ヨットハーバー周辺から島崎一帯までの沿岸を交流沿岸ゾーン、道の駅海の京都宮津周辺から文殊鈴までの沿岸を観光沿岸ゾーン、そして味噌汁地区の船屋を中心とした沿岸を味噌汁集落沿岸ゾーンとして設定をいたしております。基本的には現行のマスタープランと同じ方向性でありますが、社会資本の整備が一定完了している現状、公共施設の再編方針等も踏まえまして、施設の適切な維持管理や長寿命化を意識した見直しを行っています。このゾーン設定については3つの沿岸ゾーンを追加しております。これはもともとあったゾーン分けと一部重複するところもございますが、宮津の魅力特徴は何といっても海という策定委員会でのご意見ご議論を踏まえ今回追加したものであります。また総合計画においても2つの重点プロジェクトの1つ、宮津の宝を育むチャレンジプロジェクトの進めるべき施策分野に海の活用を打ち出しており、今後そうした取り組みを進めていく際に都市計画の手法により効果的に進めていくことも必要になってくると考えております。7ページには都市整備方針を示しております。ご覧いただきたいと存じます。そして8ページから14ページについてでございます。先ほど説明をいたしましたゾーンにつきまして、ゾーン別構想としてゾーンごとにまちづくりの基本的な考え方や方向性を設定いたしております。基本的に地域ごとの特性魅力を生かしたまちづくりを進めていくという方針といたしておりまして、それぞれのゾーンが相互に有機的に連携することによって個性あふれるまちづくりを展開し、15ページに記載のとおり、共に作る海と文化の交流空間の実現に取り組んでまいりたいと考えております。そのためには総合計画に掲げております競争の精神で市民の皆さんや事業者、また宮津市に関心がある人などさまざまな立場で宮津市に関わる人たちと一緒にこれに取り組んでいくことが必要不可欠というふうに感じております。最後に本日の議会への説明を経た後の今後の予定でありますが、京都府協議、そしてパブリックコメント、そして宮津市都市計画審議会への報告というものを行い、その際に出た意見等をもって最終の策定委員会において取りまとめを行い、9月をめどに成案としてまいりたいと考えております。なおこれまでの開催状況や今後の取り組み、またその際に出たご意見等につきましてはホームページや広報宮津でお知らせをいたしておりますので、ご覧いただければと思います。以上、宮津市都市計画マスタープランの見直し中間案の報告とさせていただきます。まずはじめに令和2年度決算速報についてご質問ご意見がありましたらお願いいたします。ご意見なしと認めます。次に宮津市公共施設個別施設計画の策定についてご質問ご意見がありましたらお願いをいたします。なし。小野孝之さん。はい、すみません。今回のこの、計画はいわゆる長寿命化ということで、公共施設、今後それを、継続していく上での、計画ということで、それについての費用なんかも事業費として示されているということだと思うんですけれども、この公共施設をですね、廃止すると、そうしますと、解体しなければならないということだと思いますけど、それらについての財政計画というのは、これは別途立てられるということになるんでしょうか、お尋ねをします。それからすみません、えらい細かいあれですけど、
16ページのですね、宮津歴史の館のその概算事業費が6億6700万円ということになっておりますけども、これのなんかもうちょっとこの詳しい内訳というか、そういうのはもしお持ちでしたら教えていただきたいというふうに思います。でこの6億6700万円というのは今のその歴史の館の現状を今後その長寿命化していく上での費用ということで6億6700万円ということで計上されているということでよかったでしょうか。ちょっとお尋ねします。浅野企画財政部長。はい、2点ご質問、いただきました。取り壊しの経費等につきましてはですね、先ほど申し上げましたがこの55億円この、毎年 5.5 億円この中で、やっていくというふうにしてございます。あと、歴史の館のですね、この、概算事業費といいます。この概算事業費、すべてですね、この21ページをちょっとご覧いただけたらというふうに思います。こちらの方、試算条件というのがございまして、この試算条件に基づいてですね、すべて試算をしているということでございます。個々の施設ごとに対応している、設計をしているわけではございませんので、この、条件で概算を出しているということでございます。以上です。小野孝之さん。はい、そうしますとこの、今私がお尋ねしました解体費用も含めてその55億円の中でそれは支出をしていくというそういう理解でよかったですね。はい、それからですね、今のその歴史の館の特にまあ文化ホールなんですけども、サウンディング調査でその民間活用が不調のになった場合には宮津会館のまあ代替施設として文化ホールをまあ音楽ホールにまあ改修していくというそういうまあ再編計画であったというふうに思いますけれども、今のこのそうしますとですね、この6億6700万円以外にですねそういった費用が必要になってくるという理解でよろしかったでしょうか。お伺いします。浅野企画財政部長。はい、ご説明でも申し上げましたとおり計画については暫時こう見直しをしていくというふうにしてございます。そういう今後 のサウンディングにつきましてはまた引き続きやっていきますし内容が変わったらそれに応じて変更していくということに、なろうかというふうに思う、考えております。他にありませんか。松浦富吉さん。はい、こういう施設計画ということで、大変しっかり計画を作っていただいてですね、進めていただけるということは大変いい方向かなというふうに評価しております。その中でですね、長寿命化する施設、33施設の、それぞれの金額は出ておりますけど、これをもっと進めてこの33施設を長寿命化するために、順番にここのところをやっていくみたいな詳細な計画みたいなところまでは今考えておられるんでしょうか。その点についてお伺いします。それからですね、それを計画自体がその最後の23ページの推進体制等との影響等もあるのか、そこで諮問したりとか協議したりとかそういうことまではしない、その体制推進体制の協議の中身的なものをもう少し教えていただけたらありがたい。浅野企画財政部長。はい、個々の施設について長寿命化について、どういうふうな形の、議論になっていくかということにつきましてはですね、これから予算等を踏まえて順次されていくということになりますので、先に設計をしておくということでは経費的にもかなりかかってくるということになりますので、個々にしていくというふうになってございます。で個々の、この公共施設マネジメントの推進体制の中ではですね、そういう施設の老朽度合い等を勘案してどういう施設を直していこうかというのが中では議論されていくというふうになるというふうに考えております。以上です。松浦富吉さん。なかなか決めるのはなかなか難しいんですけども、行財政運営指針の中で記載のキャップ制等を引いております。ですので10年間で
一定の記載のキャップの制限もある、そういった中で超寿命化するためには一定この時期にこのものをやって次にこうしていかないと超寿命化というこのせっかく素晴らしいあの作っていただいたものが反映しにくいんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、あの今あのすぐあの協議されてないんであればあのぜひそういった形のあの取り組みというのはお願いしたいと思いますけど、確認をさせていただきます。浅野企画財政部長。はい、あのおっしゃられるようにあのしっかりあの施設がですね有効に活用できますようにですねあの、まあ、優先順位等もあの考えながらですね、まあ、老朽度合いも見ながらあの検討していきたいというふうに考えております。以上です。他にありませんか。なしと認めます。次に宮津市都市計画マスタープランの見直し括弧中間案についてご質問ご意見がありましたらお願いいたします。星野和久さん。ちょっと今回の概要版のご説明ということであの非常に分かりやすく見させていただいたんですけど、まあ、あの詳細版というかですねマスタープランのこちら の中間の方分厚い方ですけど見ますと非常にまあ面白いデータだなと。製造業の減り方とかですね、あるいはその卸売の業態とかそういったものが非常に一目瞭然で分かる非常にありがたい資料です。でこの中でですねあれもこれも聞くわけにいかないので1点ちょっとお伺いしたいんですけども、これ詳細版の方でもですね人口が増減率をエリアごとに分けてます。例えばですね上宮津が 42.1% 減、それから瀬谷地区で 45%、 それから養老地区で 39.8% ほぼ 40% ですね、日潟にが 47.1%、 要するにこの、概要版でも知られているその三冠のですね、言い方としては、何ですか、ゾーンがその市街地じゃないその、山林の森林ゾーンというふうに分けられている、ここの人口の減少率が非常に高いということが分かるかと思うんですけど、ただし、この数値がですね、平成27年の経済センサーにしても、国勢調査にしても27年、要するに西暦の2015年。7年前のデータなもんで、それと比べるとちょっと誤差があるなと。上宮津なんかは、地域おこし協力隊の方なんかをどんどんそちらに住まわれたりですね、地元の方で独自に住宅のですね整備もされたり誘致もされたりということをされてるんで、このデータがですねちょっと古いんじゃないかなっていうのがあるんですけど、直近の部分がもし分かれば教えて願えますか。森口建設部長。すみません、結論から申し上げますと、ちょっと直近のデータは分からないということです。これ、マスタープランの見直しにつきましては、まあ、今年度策定をしていきたいと思っております。でこれの事前調査ということで、一昨年だったかな、検討業務ということで、まあ、予算も認めていただいて、その時にまあ作り上げた、その先ほど議員もおっしゃった人口でありますとか産業構造、こういったデータを分析いたしておりますので、これをもとに現在その進めておるということであります。したがいまして、直近のデータというのは持ち合わせていないということで、答弁をさせていただきたいと思います。それから人口については、その社人権の方で、人口推計が出ておりますので、ある程度、にやりといいますか、当たってきておるというふうに分析はいたしております。星野和彦さん。ご答弁ありがとうございます。まあ、人口の方はまた調べれば分かってくるかと思いますので、まあ、7年前のデータじゃなくて直近の分でやっていかないと、せっかくのこういうデータがですねミスリードするケースもあるんで、慎重にお願いしたいということが1点と、最後に製造業ですね。製造業もちょっとこれデータ古いんですけども、やっぱり減ってるんですね、7年前のデータも。ただこの1年2年がですね、まあ、醤油をやられている会社がなくなったりですね、製造業の減退率というのは非常に、まあ、宮津の看板のような会社が、業態をやめていっているという憂うべきことです。今回一般質問しようかなと私考えてたんですけど、それぐらい、宮津にとっては非常にきつい内容だと思います。製造業がないと固定資産税にしても非常に、少ないなと。他市のやつと比べると本当に製造業は低い町だなと改めて思ったもんで、そのあたりは今後、どういう方向で、されるのか、分かる範囲で結構ですので、ご答弁願います。森口建設部長。
今回の都市計画マスタープラン、土地利用の方針を定めるということであります。いろんなその指標としてデータは分析をいたしておりますけれども、そういった中でも産業構造の部分に触れていただきました。我々としてはこの都市計画マスタープランの方で、いわゆる企業誘致、こういったものにも力を入れていきたいというふうには考えております。で、具体にと言いますと、なかなか今現時点においては具体の計画というのはないんですけれども、土地利用という形で我々は進めていきたいというふうに思っております。それから直近のデータというお話がございました。もちろんこの PDCA を回していくということでございますので、今後時点修正等々もさせていただきながら、新たなチェックアクションというものにつなげてまいりたいと、このように思っております。他にありませんか。松浦富吉さん。そしたら3点ばかし、まず1点が、前回の平成17年に都市計画マスタープラン策定されておりますけれども、今回大きく変えた点とありました。分かるように教えていただけますか。それからこのマスタープラン自体、素晴らしいわけでありますけど、この活用の仕方といいますか、どういった形で活用を想定されて進めていかれるのか、その点について。それからこれの、都市計画マスタープラン自体のこの、法的な縛りといいますか、そういったものがあるのかないのか、その点についてお願いします。森口建設部長。3点、ご質問いただきました。前回と大きく見直した内容はということでございました。基本的には先ほど説明もさせていただいたとおり、現行のマスタープランを基本とするというところです。で、これを時点修正をしていくということでございますので、大きくということはないんですけれども、トリガーといたしましては、総合計画に合わせた将来目標、当然これを変えていかないなということであります。それから最近空き家空き地問題というものが顕在化いたしております。ここにもちょっと視点を当てておるということがあります。それから大きく変えたというところは、そういったところかなというふうに思います。それから活用の仕方というところで、今申し上げたような視点でもって、そのまちづくりはしていかんななということがあろうかなというふうに思っております。特に先ほども長寿命化の関係がございましたけれども、現行のマスタープラン自体は、平成17年から15年間の計画ということで、議員もよくご承知いただいておりますとおり、この町中が例えば公共下水道が外整をしたとか、都市計画道路が通ったとか、浜町の開発ができたとか、いろんなハード整備がこの15年あたりでできております。で、先ほど説明で申し上げさせてもらったとおり、一定公共施設は目処が立ったといいますか、外整をしたというふうに思っております。これをいかに今度長寿命化をしていくか、フルセットの街づくりではなしに、いろいろシェアもしながら街づくりを進めていくかというようなところが必要かなというふうに思っておりますので、都市計画マスタープラン、これを活用の仕方といたしましては、そういう長寿命化の視点も踏まえた形で活用してまいりたいというふうに思っております。それから法的な縛りということであります。これについては今宮津市都市計画区域というものに設定をされております。したがって、その都市計画マスタープランは策定するものというふうに法では位置づけられているということでございます。松浦富吉さん。マスタープランの活用の仕方ということで、今ご説明があったのは、どっちかというと公的な形で市の方が何かする場合に、これをある程度元にしながらやっていく的な形で聞かせてもらったんですけど、このまちづくりの理念と目標のまちづくりの理念の中で、共創という形で、市民の皆さんと一緒になってこのプランを進めていきましょうねというような思いやと思うんですけども、市民の方にどういった形でこれを認識してもらって進めていくか、そちらの方が、重要ではないかなと思うんですけど、そこら辺の思いなり、このやり方といいますか、そこらについて再度お返ししておきたいと思います。森口建設部長。これは総合計画でも同じだというふうに思っております。もう今は行政だけがという時代ではないということです。
行政も民間も市民の皆さんも関係団体の皆さんもというところで一緒になってその町を作っていきましょうという、まあ、これが総合計画の理念思想だというふうに思っておりますし、この都市計画マスタープランについても同じであるというふうに思っております。やっぱりあの市長が常々申しておりますように、市民自らが動いていく町は活気があふれるというところだというふうに思っておりますので、あの一丸となって、まあ、その市民への、まあ、説明も納得を得られるような説明もしてまいりたいというふうに思っておりますし、ぜひとも市民の皆さんと一緒に良い町づくりにつなげてまいりたいというふうに思っております。他にありませんか。長林美穂さん。まあ、行政とまあ市民、それからまあいろんな関係の方が一体となってまあ進めていくのがこの方向性であるということなんですけれども、まあ先ほども都市計画区域ということでお話がありました。宮津市中がまあ言うたら非線引きというか、線引きされていないというか、要するにある市民の方がこういうようにやったらどうかというような提案があったとしたら、その時にその引っかかってくるというような場合にどういった方法で解決をされますか。そういったなんていうの、どのようなことを想定されてこのマスタープランが成り立っているのかというのをちょっと大きな視点でお答えいただきたいと思うんですけど。森口建設部長。この都市計画マスタープラン、それこそ先ほどゾーンごとに説明も、ゾーン分けをしたというお話もさせてもらいました。でそれぞれの地域でいろんなそのニーズであったり特性であったり特徴であったりいろんなことがあるかと思います。ですから宮津市街地なら宮津市街地の特徴を生かす、例えば上宮津地域でしたらその緑自然豊かなというところを生かしていくということでございますので、それぞれの地域の皆さんと皆さんのご要望なり地域の特性を生かしながら、まあ、どういうんでしょう、協議を進めながら、まあ、町づくりを進めていくということだというふうに思っております。長林美穂さん。ちょっと大きく質問させていただいたのでちょっと細かくいきたいと思うんですけれど、要するに市民の方が提案をした、しかしこれはまあ、要するに宮津地域中が都市計画区域になっとって線引きされていないからそれはできないよと、それは作ることはできないとかね、 あるわけですよね。ですのでこの、詳細な説明もこうあるんですけれども、こういったプランをどうやって実施していくのか、あるいは市民の方が提案したことに対してそれはできないと、法的に法的じゃないですね、線引きは宮津市が作っているものですから、そこら辺はどのように解決していくのかというのが お伺いしたかったんですけれども。森口建設部長。多分議員、線引きと非線引きの意味といいますかがちょっとよく私には伝わってこないんですけれども、線引きされてないから何かができないとかいうことはないです。で都市計画の中で用途地域を決めて、例えば住居系の地域ということでしたら基本は住居系ですし、工業地域となったら工業系のものしか建てられないと、まあ、こういったことは発生してくるんですけれども、今回提案させてもらったこの都市計画マスタープランと、まあ、それは基本的には少し話が違うということでございますので、また改めてそこは説明ともさせていただきたいと思います。谷ご意見は。向山貞彦さん。はい、一般質問でも都市計画ということをちょっと質問させていただきまして、市長からご答弁できまして、まあ、その内容がここにゾーンとかいろんな形で記されていると拝読させていただきました。いろんなデータを見ながら、考え方を示されておりまして、共感するところは多々あると考えております。一つだけお聞きしたいのはですね、第8章これからのまちづくりの展開というところの章でございまして、まあ、いわゆる
ここに関わる人たちみんなが一緒に話し合って知恵を絞り、とんべ力を合わせて作り上げれば一番いいと、それはもちろん結構なことだと思います。ただまあよく言われるように、あの万人が共感する、あるいは全員が賛成ということはなかなか世の中にはなくて、いわゆる総論賛成、核の反対というようなことも多々あります。今進めておられます公共施設マネジメントにおきましても、核論に入れば入るほど、あの地域の中ではあるものがなくなるというときには反対の声が出てくるというのがあります。ただまあその解決としましては、あのいわゆる過去におきましては、強力なリーダーシップで強引でもやるということが一つの表だった時代もあったかもしれません。ところがまあ今は、競争という理念のもとにみんなで話し合って考えていこうということを掲げられたというふうに私は理解しております。と言いましても、前段申しましたように、なかなか全人が、万人が賛成というのは難しいかなというふうに思っておりまして、それを進める上でですね、一番大切なポイントといいますか、ここだけはしっかりとしていかないと皆さんの共感を得られない進め方のポイントというのはどのようにお考えられているかをお聞きしたいと思います。森口総務、あの建設部長。議員おっしゃった通り、あの総論賛成、各論反対という話はよくあります。ただあの物の本によりますと、総論が賛成ということであれば、その各論の部分もあの十分賛成となる要素が十分にあるということです。その際に何が必要かということは、あのきちっとした説明、納得を得られるような説明をするということだというふうに言われておりますので、あのやっぱりあのこういう小さな町でもありますし、あのやっぱり段階的に慎重に十分な話し合いというものが必要かと思います。ただ最終的には総論に賛成していただいたときには、もう各論部分ではあの反対をずっと押し通されたとしても、総論を貫くべきというふうに私は思っております。他にありませんか。内容でございますので、これをもちまして全員協議会を閉会いたします。お疲れ様でございました。